私は絶対に現場のヒーローになってやるんだからな。はい、マリア・トレッシ役の信田正美です。よろしくお願いします。はい、そうですね、昔からゲーム好きで、私はこういう声優っていう仕事をやっときながらアニメをあんま知らないんですね。でもその代わり本当ゲームは小さい頃からやってて、ただなんか私の小さい頃とか、まあ、中学生ぐらいの時ってゲームやってる女の子ってあんまいなくって、割と学校の中でゲーム好きなんだって言えず、こっそりと人気があるゲームを発売日とかに買って家でひっそりとやってたタイプでした。だから今はもう楽しいですね。はい。なんかマリアは意外と他のキャラにも絡んでくるので、それがどれぐらいこう距離感とかをつかむのが台本から難しかったなっていうのがありました。こうマリアがの担当の救急なので、もうスピード命なんですよ。でこう始まる前に注意されたのが、とにかく早く喋ってくれって言われて、その現場の臨場感を大事にしたいから、もうなんだろう、言える言えないも大事だけど、それよりも速さ重視みたいな、若干滑っててもいいよぐらいのことを言われて、あ、普通こうゲームを収録するときってやっぱりお客さん、まあ、プレイヤーの方に聞こえるようにゆっくり喋ったりすることが多い中で、あ、そっちを求めるんだっていうのが新鮮で、すごく楽しかったです。うっす。あ、何？あんたが私のパートナーになるって人？いい度胸してんじゃん。いいか、救急で一番大事なのは気合だ。だって何人も同時に要救助者を処置するんだぜ。痙攣を起こすやつとか心停止を起こすやつとか、全部状況を見て同時に処置していくんだよ。ほれ、気合がなきゃどうしようもねえだろ。んじゃ、一緒に現場のヒーローになってやろうぜ。怖いです。だって口悪いから、とにかく。でもその信頼としては置ける人物だと思うので、だから任せられるけど、なんかあーまた怒られるってきっと思いながら治療を受けるんだろうなって思います。楽しいですね。まあ、プレイさせてもらったのが自分の救急のとこだったので、本当スピードだったんですけど、ただ私本当ゲームをプレイするときにうるさいなっていうのがよく分かりました。慌てちゃう、画面見ながら声が出ちゃうなって、自然に。なんかこの効率の良さを考えたりするっていうのが面白いですね。こう いちいち救急の場合はこう冷やしてガーゼつけてテープ貼ってっていうのが多いんですけど、テープを貼るのに初め一個一個貼ってたら、そこは2個こうあれば2ついっぺんに貼れますよみたいなのを教えてもらったりすると、あ、これ効率いいじゃん、なんか私できる女みたいなのが、うん、気持ちよかったね。プレイしててハマりますね。うん、あとやっぱり自分のをやって思ったけれど、他のストーリーも本当気になるし、こういろんなストーリーがやっぱ重なり合ってる部分があるので、そこがなんか、うん、どういう風になるのかな、プレイしてみて楽しい、こう演じてても楽しかったので、あ、この時こうだったんだみたいなのが結構あって楽しかったから、きっとプレイしてても楽しいんじゃないかと、気になるんじゃないかと思います。そうですね、ハンクさんはなんかこうマリアもこうヒーローを目指してるじゃないけど、そういう部分がある中で同じ匂いを感じるから気になりますね。ただなんかマリアは現実的な感じがするんですけど、ハンクさんはちょっと非現実的な感じがするのが面白いなっていう意味でとても気になります。シアルさんっていうと変ですけど、
とかガブリエルさんは女子が好きそうですよねっていう感じがすごくする。かっこいいし、うん、でも私はハンクさんです。はい、医局長がやりたいです。今これを見てるあなたはもうプレイしたんですか、それともまだですか、なんとも言えませんけれども、とにかくこう面白いですっていうのが私の一番の感想というか一番のおすすめ。本当にですね、こう臨場感っていうのをとても大事にしたゲームだと思いますので、ぜひですね、こうプレイしていくうちにいろいろと見えてくることもあるし、技術を磨くといろいろなんかいいこともありそうだし、ぜひですね、何度も楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。